永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、滞在国に永住できる権利のこと。出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す。滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼ぶ。永住者が享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。制限される内容は、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて、一定の制限を受けるといったものである。他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住権が剥奪あるいは消滅することになっている国も存在する。出入国管理及び難民認定法第7条第1項、第2号による、別表、第2の永住者、日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3から5条に定められた特別永住者がこれに該当する。入管特例法上の永住者はサンフランシスコ平和条約発効時に日本に在留していた在日朝鮮人、在日台湾人及びその子孫で日本国内で出生した者に与えられるなどの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。などがあり、申請者は出入国管理及び難民認定法第22条及び同条の2に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって許可される。定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して許可するものである。永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年、または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。審査基準素項が全量であること独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することそのものの永住が日本国の利益に合すると認められること永住許可を取得するまで上記の基準があるが、一度取得すると税金を滞納したり些細な罪を犯しても剥奪されることはない。なお重罪を犯した場合は永住権を剥奪されることがある。米国グリーンカードの見本アメリカ合衆国連邦政府による米国の永住権及びその資格証明書は初代の証明書が緑色だったことからグリーンカードの俗称がある。デザインは定期的に変わり、2010年の登録証は名前通りの緑色になった。永住者カードの更新は10年ごとに行われる。ただし、新婚に基づくグリーンカードは2年の期限があり、満了時20年グリーンカードに切り替える必要がある。永住権取得5年後から帰化申請が可能となる。グリーンカードの主な取得手段として以下5つが挙げられる。家族によるもの。米国市民の最近親者、米国市民の配偶者、子供、米国市民の親、米国市民の家父、米国市民や米国永住者の家族、米国市民の子供、米国市民の兄弟、姉妹とその配偶者、子供、米国永住者の配偶者、子供、米国市民の子供とその配偶者、子供雇用によるもの、米国雇用主による、スポンサー卓越技能労働者、米国に貢献し得る知的労働者については、米国雇用主によるスポンサーは不要。投資によるもの、EB-5 イミグラントインベストメントビザ。投資による、米国人雇用創出を目的とした、投資移民プログラム。申請期間は、約1年と比較的短いのが特徴。通常規定は$1,000,000以上であり、直接雇用が必須要件である。一方、時限立法の特別規定においては、特定の地域センター内であれば、最低投資額が$500,000以上になっている。また、間接雇用も認められている。コンピュータによる抽選によるもの。ダイバーシティイミグラントビザ。申請は、インターネット経由での電子申請のみで、書面では一切受付しない。年1回の抽選に当選すれば、永住権が発行されるもの。ただし、権利の受け取りはアメリカ本土に限る。当選確率は国家ごとに差があり、数百、数千分の1である。政治亡命難民申請から取得までに要する時間は申請資格、出身国により数ヶ月十数年。永住権と市民権の違いは次のものが挙げられる。韓国の永住資格取得には次のいずれかの条件を満たすことが必要。韓国人の一人当たり国民所得の4倍以上の収入があること、あるいは7年以上滞在して居住資格を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ、韓国人の一人当たり国民所得以上の収入がある外国人。3000万ウォン以上の財産関係立証書類も要求され、それが提出できる外国人。ただし、大韓民国政府樹立以前に入国した在韓華僑とその直系卑族、及び2002年4月18日以前に居住資格を取得した韓国人の日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類の提出が免除される。200万ドル以上を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以上雇った外国人。50万ドル以上を投資した外国人で、企業投資の資格で3年以上韓国国内に継続して滞在しながら、韓国国民を3人以上を雇った外国人。法務部長官が定める先端技術分野の博士学位証明書を所持するもので、永住の資格申請時に韓国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額以上の賃金を受ける外国人。法務部長官が定める先端技術分野の学士号以上の学位証明書、または法務部長官が定める先端技術資格を所持するものであって、韓国滞在期間が3年以上で、永住の資格申請時に韓国国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額以上の賃金を受ける外国人。科学分野で一定の論文引用頻度や受賞歴があり、科学技術部長官の推薦を受けた外国人。経営分野で常時勤労者数300人以上、及び資本金80億ウォンを超過する。内外企業の常勤理事や相談職を務めているもので、大韓商工会議所長、大韓貿易投資振興校社長、または全国経済人連合会長の推薦を受けた外国人。または世界有数の経済誌が選定した最近3年以内の世界トップ500企業で店長や経営幹部として1年以上勤務した経歴を持っているもののうち、韓国国内の支社などで役員として勤務している外国人。教育分野で論文の引用程度、または研究実績によって教育部長官の推薦を受けた外国人。文化芸術分野で国際的に名声のある芸術家、監督、声楽家等として文化体育観光部長官の推薦を受けたもの。体育分野でオリンピック、世界選手権大会、アジア競技大会、または、これと同等な水準の大会で、銅メダル以上の賞を受賞した選手と、その指導者の外国人、ワールドカップサッカー大会で16位以上の成績を収めた選手と、その指導者のうち、文化観光部長官の推薦を受けた外国人。勲章などを受けた、韓国の独立や発展に特別に功労があったもので、法務部長官が認める外国人。聖職者でとして社会福祉活動に顕著に貢献し、韓国に特別な貢献があると法務部長官が認める外国人。韓国国外からの年金を受ける60歳以上のものであって、年間の年金額が法務部長官が定める金額を超える外国人。韓国民法によって成人で本人または同伴の家族が生活を維持する能力があり、素行に問題がなく、韓国に継続居住するのに必要な基本的な素養を備えるなど、法務部長官が定める条件を満たしたもので、駐在、企業投資、貿易経営、教授、会話指導、研究、技術指導、専門職業、特定活動、居住の資格で、5年以上韓国に滞在している外国人、永住の資格を持つ者の配偶者や未成年の子供として韓国に2年以上滞在しているものであって、韓国に必要があると認められる外国人。この他に、チェジュ島独自の制度として、不動産投資移民制という制度があり、5億ウォン、または50万ドル以上不動産に投資すれば、F-2 ビザを発給し、その後5年間不動産を保有し続ければ永住権を取得できる。近年、この制度を利用し、永住権取得を目的とした中国人の不動産取得が急増し問題となっている。ありがとうございます。